中で。道中が長いからしょうがないのかもしれませんが、こんなやりごたえのないイベント戦なんか必要ねえんだよ。これで星の紋章を入手しました。リレミカで回復してからムーンペタに向かいます。ムーンペタでベビルミカを倒します。ベビルミカを倒すと水の紋章が入手できます。前線の前にお金をかけておきましょうか。この次向かう海底洞窟では全滅も少なくありません。まだ攻撃するものもあるのでお金がなくなるのは痛いです。あとは絶対にもう使わない道具も預けておきます。水面の鍵とか道具は目を深くするだけです。ベビーがいるのはヒントです。ベビーはベビーラムが怖いです。ラリコが絶対はいるのでラリコで眠らせます。ベビーラムを撃たれないように祈りつつ、こちらとウーラムでいます。仲間の味方とかラムが近いので NG。 会心出すなら一発目に出してどうぞ。でしたね。よかった。大スポーツが使います。それが水の紋章です。海底洞窟が怖いのでもう一度出発します。先ほどは当ててましたが、埋めるものは売ってアイテム欄を整理します。もう許せるわ。こういったところの魔の手の不便利屋があった。まあ、のけなしが少しでも編集中に来ていたので、いつかはやるかは思ってました。まあ、ええわ。ウーラミとコネクト君に彼女いるんでしょ。何よりテルコンダルに来ました。とりあえず先にルビスの森をもらいに行きます。ルビスの祠はここから北北西の方向にあります。前にもお話ししましたが、SFG 版とは違うロンダルキアの洞窟の入場条件にルビスの森も追加されています。ここからメダル地下におります。もう少し浅い位置に配置してくれよなぁ、うん。ここに紋章が揃った状態でたくさん実の守りがもらえます。実からルビスの森を授かります。いつも見守ってるとかどうとか怖いなぁ。つまりストップ。テルコンダルに戻って海底洞窟向かいます。ミネラの翼が余ってるので使っておきましょうか。海底洞窟はここから南西方向にあります。割と魔性炎火でしたね。逃げられてよかったです。ここで月のかけらを使うと周りの岩が消えます。海底洞窟では炎火を使い炎火は逃げます。それ以外は仮です。早速面倒くさい演歌です。ブラックハンドは仲間呼びします。火力も不安でこれも厄介です。逃げの方が目の本先で、まずは不思議の木の湯を村に使います。レゴリン近い分はでかいです。悪魔の目玉も面倒くさいので逃げます。ベギラムを撃ってきます。ベギラムを撃ってこないのを恨みつつ殴ります。とりあえずベギラムじゃなかったのでよかったです。
く地獄の機械を倒したので安心です。あとは仲間を呼ばれ続けなければ大丈夫です。なんとか気に入ってましたね。よかった。このフロアには用はないので下に降ります。やっぱり入り口で MP 取られるぐらいであれば勝った方が良さげですかね。まずは左上の階段を降りて祈りの指輪を回収します。キラータイガーです。強いです。マヌーサを入れて殴ります。今回は単体なのでさほど怖くないですが、集団で来られたり複合演歌だと非常に怖いです。今見えている左マグマ奥の階段から降ります。パペットマンは不思議な踊りしてくるので集団は逃げます。これぐらいなら戦えます。不思議な踊り以外はさほど怖くはないです。集団に絡まれて不思議な踊り連打された日には目も当てられないです。まずは奥の宝箱から力の種を回収します。手前の宝箱は罠で開けると毒になります。回収したら投与します。やったぞ。次は魔法の鎧を回収します。魔法の鎧を回収すると全ての鈴が入った宝箱が空になります。逆に鈴を噛むと鎧の方が空になります。こういう演出だとキラーファイターが非常に怖いです。マヌーサ入れて当たらないことを祈ります。地獄の機械全然に装備させます。回収資材近くの階段から下に降ります。ここは左側の階段を降ります。ここで邪神の像を守っている地獄の機械に対しての強制戦闘があります。メタンハンターはそこまで強く我慢して体力維持をつけつつセクターに殴っていれば終わります。雑魚か。地獄の機械戦の準備をします。回復して片手に水の羽衣、三浦に魔法の鎧を装備させます。三浦には御からしを装備させておきます。マエスタリの火力組がレギュラーまで落とされるのが怖いので、ユムラには不正になってもらいます。断行して眠ってくれるのを祈りつつ、マエスタリで殴ります。レギュラーまで負けも何でもいいです。寝てくれましたね。あとは、絶対に殴ります。もっと当たらないだろ？もういいでしょう。もうデリラまで負け全然打って
情報。これは勝ちましたね。日差し波を整えます。そのままだと木村の防御力が低すぎて、ワンダンキアで厳しくなります。こっちで相手陣の棒を回収して脱出します。参拝はしません。うーし、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ここからが本番の RTA 第7部始まるよ。出発したいのでローレシアに向かいます。メラヌーンで出発すると三浦が倒れてしまい、発動を与えるまで離脱してしまいます。では、これからロンダルキアに向かいます。ロンダルキアは、メラヌーンの旅の扉から向かいます。とりあえずドロップを狙うのでアイテム整理と、電熱が怖いので、お金を預けます。このお金は後々力の盾を買うお金になります。アイテムは、宝箱から3から4つ回収しガーゴイルからの鉄兜と、バーサーカーの大金槌を狙うのでアイテム欄を開けておきます。ドロップしないときはしませんか、するときはめっちゃ落ちるんでアイテム欄を開けといて損はないと思います。というわけで、ロンダルキアの洞窟手前まで来ました。こいつは、邪神の像とルビスの森を所持していないと通してくれません。ここで邪神の像を使用すると、洞窟の入り口が現れます。このフロアは落とし穴がいくつもあるので注意してみています。ダークアイは、マニータと甘い息が非常に厄介です。ラリホーも効かないし、不思議な踊りもあるでコント面倒。寄って逃げます。ところで、ミニドリスの確率が 25% って絶対嘘だと思うんです。甘い息での眠りは魔除けの鈴の効果ないからあのガバとは関係ないからね。今見えている右上の階段を登ります。はぐれは枯れなくて当然みたいなところあるからね。2階は、左に普通に3本目を下に行き、そこにある階段を登ります。農園とは同じすぎる。普通は2円かぐらいはします。と思ったら1個円かですね。ガーゴイルは鉄かぶたのドロップ狙いで最後に倒します。ガーゴイルにラリホーを入れて眠らせておけば怖くないです。さった死体は甘い息をしてくるので、優先的に倒します。調べてはないですが、体感でロンダルキア以降は乱闘ではなく甘い息をしてくるやつが圧倒的に多いです。なので、渦なんて。強めんだよ。まずは、左に普通に不思議な帽子を回収しに向かいます。不思議な帽子も修正対象で、すごく強化されています。SFC 版以降は守備力4から8に上昇し、MP 消費も5分の4から4分の3になっています。さらに、スマホ版以降は移動中でも MP 消費軽減の効果が発揮します。これを木村に装備させておきます。装備したら、戻ってロトの鎧を回収します。キラーマシンは今です。ご覧の通り強すぎるので、稲妻の剣入手までは逃げます。あの火力で2回行動とかずるすぎる。木村を蘇生します。まだ稲妻の剣と元の鎧も回収するのに、もう蘇生ができないのは怖いですね。オーキングは旅行に行ってきます。旅行が非常に厄介なので、眠らせます。ちなみにオーキングは誰かに1位であると旅行にほぼ確実に行ってきます。このステータスが保てばほぼ確実に先制を取ります。しかし、一発殴っても倒せないので、殴ってはベホイミのループが続くこともあります。まあベホイミをされる前に倒してしまえばいいんですよ。電化戦線です。ガバじゃないです。本当です。バーサーカーは、ラニコが絶対
体入るので眠らせてチャージます。最後に倒すことでドロップの大金槌を狙います。あとは適当に、起きたら眠らせて殴ります。